こんにちは。こんばんは。今回は、PS4 版のアレスタコレクションをプレイしてみます。この前はゲームギアミクロホワイトでちょこっとプレイしただけだったけど、今回は PS4 版でがっつり遊ぶわけね。ああ、そのつもりです。ってことでまずは開けてみました。説明書の代わりに簡単な操作説明の書かれた紙が入ってる感じね。ああ、最近のゲームは大体こんな感じだよな。個人的には紙の説明書ないの未だにちょっと慣れないけど。まあでも最近のゲームはゲーム内でしっかり説明見られるから問題ないでしょ。てかそもそも昔のゲームもよくソフトのみで買ってるじゃない。まあな。ちなみにこちらジャケットはリバーシブルになっております。 Amazon の購入特典と合わせると4パターンになるわけね。そうだな。まあ入れ替えたりすると痛むから、ウプ主の場合標準のジャケットのまま買えることはないだろうけど。まあこういうのってそういうもんよね。さてさて、ではそろそろ始めていきたいと思います。ってことでインストール済ませて起動しました。また私たちドット絵になるのね。ああ、この方が早く動画出せるしな。あとはいつもの感じで小さく映すと、この前ゲームギアミクロホワイトの画面をアップで映したのとあんま画面の大きさ変わんなくなっちゃうし。まあこっちの方が大画面でプレイしてる感は伝わりやすいかもね。まあでも 1080p じゃなくて 720p で動画作ってるから実際の映像よりは荒くなるけどな。でデータの作成が終わるとタイトル画面になりました。おお、ゲームギアミクロでやるのとはまたちょっと雰囲気違うわね。ああ、こっちはこっちでワクワクするな。あ、そうだ、最初に言っておきますと今回の動画ではざっとメニュー画面見た後マークさんのアレスタプレイするところまでお届けします。動画分けるパターンね。ああ、動画1本につき1作品でお届けする予定です。まさかの全部小分け。いやだってどれも結構がっつり遊んだからまとめて動画にすると偉いことになりそうだし。まあ長くなりすぎるよりはいいかしらね。なので年内いっぱいか年明けくらいまでアレスタコレクションの動画続きます。さすがに飽きられそうな気がしますけど、それでもやります。そうですか。ってことでこちらがメインのメニュー画面です。ここからプレイしたい作品を選んで遊ぶのね。ってことだな。なんかアレスタチャレンジっていう練習モードみたいなのもあるみたいです。ここで苦手なステージやボスを個別に練習できるのね。で右下がマニュアルだな。なるほどなるほど、マニュアルはこういう感じね。紙の説明書っぽい雰囲気になってるのね。ああ、項目選んでみてくタイプよりこっちの方が雰囲気あっていいよな。さすが M2 さんわかってらっしゃる。すでにベタ褒めね。いや実際問題こういう細かいところの雰囲気ってプレイする前にテンション上げてくれるから大事だと思うぜ。まあそれはあるかもね。でマニュアルはこんな感じで各作品の操作方法が1ページずつ載っていて、あとはゲーム外で設定するオプションなどの共通の説明が載ってる感じでした。なんかよくわかんないけどいろいろ細かくいじれそうな感じね。ああ、ちょっと覚えきれないのであとはやりながらって感じかな。ってことでダイレクトメニューに戻りまして、マークさんのアレスタで遊んでみたいと思います。お、北米版のパワーストライクにもできるんだな。日本版と北米版で何が違うの？タイトルが違う。いやそれは見ればわかるわよ。今回は遊ぶの優先であんまり調べ物してないのでよくわからんです。そうですか。まあとりあえず日本版で始めていきます。なるほど、ここでも操作説明表示されるんだな。必要なかったら次回から出さないようにもできるみたいね。まあとりあえずそのままにしておきます。ってことでマークさんのアレスタ起動しましたが、始める前にポーズメニューでいろいろ設定見てみます。とりあえずゲームセッティングでアレスタイージーをオンにしておこうかな。マニュアルにも難しいからイージーモードがおすすめって書いてあったしね。ただここいじるとランキングタイプが変わっちゃうみたいだな。ランキングタイプって何なの？よくわかんないけどオンラインで他のユーザーとスコア競えるっぽいです。やり込みたい人にはスコア競えるのはいいわね。そうだな。まあウプ主の場合は人様とスコア競うなんて無理だけどな。そうね、まずはクリアできるかどうかよね。とりあえずイージーにしただけじゃ不安なので残機も増やしておきます。残機の初期設定は2か9なのね。ああ、どっちかみたいだな。まあ9にしておけばなんとかなるだろ。コンティニューもあるみたいだし。でゲームセッティングはこれでいいとして。
他の設定もざっと眺めてみます。コントローラーの設定や画面の設定なんかもここでやる感じなのね。画面設定は結構細かくいじれるっぽいから自分好みにカスタマイズして遊ぶのも楽しそうだな。壁紙もいくつか選べるみたいね。まあとりあえず今回はこの辺はそのままにしておきます。あと M2 ガジェットっていうのも項目ごとにオンオフ切り替えられるっぽいです。本当にいろいろ細かく決められるのね。ゲーム中にポーズメニューからクイックセーブ、クイックロードもできるみたいだし至れり尽くせりって感じだな。まああんまりポーズメニューの説明ばかりしててもあれなのでそろそろ本編始めていきます。それもそうね。おお、なんか画面かっこいいわね。ああ、M2 ガジェットがあるおかげでゲーム画面だけの時よりスタイリッシュに感じるな。通常弾や特殊兵器のパワーアップ状態も一目でわかるしこれは嬉しい追加要素だな。これなら初めての人でもとっつきやすそうね。ああ、ゲーム内だと今装備してる特殊兵器の番号と残り時間が数字で表示されるだけだから、どの番号がどんな武器か覚えておかないとだけど、これなら確認しながらプレイできるのでウプ主みたいな初心者もプレイしやすいな。まあだからといって腕が上がるわけではないので速攻で一気失いましたが。まあそうよね。でまたやられました。イージーにしても結構難しそうね。まあそれもあるけどここまで特殊兵器使うの忘れてたってのもあるかな。ダメじゃない、まだいろいろ慣れてないんだから仕方ないやんけ。お、一気アップしたみたいね。ああ、イージーにしてるからなのか結構頻繁にエクステンドする感じでした。敵がいっぱい出てくるところだとちょっと処理落ちしてるわね。ああその辺に関してはゲームセッティングで快適モードをオンにしておくと、処理落ちを防止し、さらにスプライトのちらつきや消えも防止してくれるみたいです。おお、そうなのね。まあウプ主的には当時の雰囲気を味わうためにも快適モードはオンにせずプレイしてますが、処理落ちあった方が弾避けやすいってだけでしょ。うってハゲ。ぶん殴るわよ。まあ実際問題ウプ主の場合処理落ちしてないとこれくらいいっぱい敵や弾出てくると目で追いきれませんからね。仕方ないよね。はいはいそうですね。でとりあえず最初の面だけはこのまま倒してみてみます。しっかりウプ主のヘボっぷりを晒すわけね。全世界に3人いるウプ主ヘボプレイファンの皆様に向けたお歳暮代わりです。いやそんなお歳暮誰もいらんのよ。まあとにかくブフープークスクスわらわらと指差しながら下げすんでみていただければと思います。普通に見てもらえばいいでしょ普通に。じゃあまずは普通とやらの定義から教えてもらおうか。うわこいつめんどくさ。まあ凡庸赤まんじゅうのことは放っておいて続き見ていきましょう。誰が凡庸赤まんじゅうよ。はいはいどうどう。私は馬か。お、また一気アップしたわね。ああ。このペースで増えるならイージーにするだけでスタート時の残機は2のままでもよかったかもな。まあでもまだ最初の面だしこの先はどうかわかんないでしょ。まあな。てかまた特殊兵器使ってないわね。ああ、さっきの4番のバリアみたいなやつが時間切れで消えた後はまた忘れております。てかね、弾避けるだけで必死なんですよ。他のことにまで注意が回ってないのね。ああ。イージーにしてこれだとマークさんのアレスタはデフォルトのままじゃウプ主にはまずクリアできなそうだな。で完全に特殊兵器のことが頭から抜けたままの状態でボス戦です。いつ思い出すのかしら。まあ見てればわかるぜ。ってことでボス倒しました。いや結局特殊兵器使わなかったじゃない。
A ボス戦中は一切思い出しませんでした。でボス倒した後にようやく思い出すというね。ダメじゃない。まあプレイしてるのが脳みそのスペックの低さには定評のあるウープ主さんなので仕方なし。そうですか。ってなわけでとりあえずラウンド1は通してお届けしたので、ここからはいつも通りウープ主が進めたところまでカットしつつお届けします。ラウンド2はこんな感じの雰囲気のステージで、途中になんかやたら手強い敵が出てきました。中ボスって感じかしら？って感じなのかな？わかんないけど。まあとりあえずこんな感じで倒せました。でこちらがラウンド2のボス戦です。ラウンド1のボスもそうだったけど、キチっていうか要塞みたいなタイプのボスね。ああ、どのラウンドもボスは大体要塞みたいなボスでした。でラウンド2のボスも倒し、こちらがラウンド3のステージです。またガラッと雰囲気変わったわね。ああ、ちゃんとステージごとに雰囲気変わるから見てても飽きないな。でここでもまた中ボスっぽい敵と戦ったりしつつ、ボスまで来ました。イージーにしてるからかあんまりボスの攻撃は激しくないわよね。ああ、道中に比べるとそこまでじゃない感じだな。でここもサクッと倒し、ラウンド4です。ここはビルが植物に飲み込まれてる感じのステージなのね。ああ、こういうのなんかいいよな。てかグラフィックも BGM もかっこいいしこれ楽しい。だいぶ気に入ったみたいね。ああ、アレスタシリーズはウプ主好みの作品だろうとは思ってたけど、思ってた以上に楽しいです。よかったわね。実物はどれもいいお値段になってるものばかりで手が出しづらかったから、アレスタコレクション出してくれた M2 さんには感謝だな。手に入りづらいソフトがまとめて遊べるのはありがたいわよね。ああ、実物やったことないからなんとも言えない部分あるけど、M2 さんなので移植度は問題ないだろうし。てかただ移植するだけじゃなくて、ちゃんと今の時代でも遊びやすいように色々配慮されてるところもたまらんです。ゲームギアミクロホワイトでプレイするのもテンション上がったけど、こっちはこっちでまた違った高揚感が得られてよき。だいぶ興奮してるわね。ああ、ウプ主なんかずっとニヤニヤしっぱなしだぜ。嫌だからニヤニヤ通り越しちゃっててキモいのよ。まあとにかく続き見ていきます。ここではこんな感じの中ボスが出てきました。これボスじゃないの？ああ、BGM 変わったしボスかと思ったんだけど、倒したらステージ続行しました。ほんとだ。でこの後またしばし進んだ後、今度こそボス戦です。さっきのやつの強化版って感じね。そうだな。まあでもここもサクッと倒せました。でラウンド5です。 BGM の雰囲気がラッと変わったわね。ああ、ちょっと R タイプのボス戦っぽい感じの BGM になったな。言われてみるとなんとなくちょっと雰囲気似てるかもね。こういうちょっと不気味な感じのかっこいい BGM 大好物なのでテンション上がるな。いやずっとテンション上がりっぱなしじゃない。いけませんかね。いや別にいいけれども、やれやれこれだから冷めて固まったコチコチ赤まんじゅうは、誰がコチコチ赤まんじゅうよ。でこちらが中ボス戦です。さっきと同じパターンね。ああ、なのでこいつを倒すとまたステージ続行です。でちょっと進んだところでまた手強い敵出てきました。こいつは別に中ボスってわけじゃなかったのね。ああ、ただの手強い雑魚って感じだったみたいだな。でこちらがラウンド5のボス戦です。中ボス戦とそこまで変わらなそうね。そうだな。なのでここもサクッと倒せました。が、しかしまだラウンド5が続くみたいです。今のも中ボスだったってこと？どうやらそうみたいだな。ってことで今度こそラウンド5のボス戦です。こいつを倒せば今度こそラウンド5はクリアになるのね。いえなりませんでした。おい、だって初プレイでよくわかってないんだから仕方ないやんけ。まあでも今度こそ本当にラウンド5のボス戦です。明らかに見た目違うし今度は本当にそうみたいね。でもまあやることはあんまり変わらないのでサクッと倒せました。
ってことでラウンド6です。なんか敵の要塞内部って感じのステージね。ああ、どうやらここが最終ステージみたいだな。でこのステージもこんな感じで何度か中ボス戦がありました。最終ステージだけあって中ボスもいっぱい出てくるのね。ああ、いよいよクライマックスって感じだな。ってことでこちらがラスボス戦です。いや今の避けられるでしょ。いやー残機に余裕があるもんで追記が抜けちゃって、いつの間にか残機だいぶ増えてるわね。ああ、最初はイージーでもちょっときついかなと思ったんだけど、慣れてくればイージーならウプ主でも余裕でした。これならイージーにしなくてもいけたかしら。いやーどうだろうな。後でちょっとだけイージーにせずにやってみたけどなかなかにきつかったし、まあ慣れてきたらそのうちイージーにしないでクリア目指してみます。でこいつを倒すと、こんな感じで何やら剥がれ落ちてきて、第二形態のご登場です。いかにもラスボスらしい姿になったわね。ああ、さっきのやつだけじゃちょっと味気なかったからこれくらい出てきてくれないとな。でさすがにラスボスだけあってまあまあ攻撃激しかったですが、この通り問題なく倒せました。やっぱイージーだとちょっと簡単すぎたみたいね。まあでも標準の難易度でやって心が折れてクリアできないよりはいいんではないかと思います。まあそれもそうね。ってことでエンディングになりました。お、トロフィー獲得したみたいね。ああ、とりあえずクリアはできたからトロフィー獲得したみたいだな。トロフィーを集める楽しみもあるわよね。そうだな。まあウプ主の場合は難しい条件はクリアできないだろうからコンプリートするのは無理だろうけどな。ってことでとりあえずまずはマークさんのアレスタをイージーではありましたが一応最後までプレイしてみました。だいぶ飛ばし飛ばし見ていった割にまあまあな時間になったわね。そうだな。これだと年内に全部動画上げるのはちょっと難しいかもな。まあ次回は今回みたいに色々設定覗いてみたりはしないからもう少しコンパクトにまとめられるかと思います。だといいけど。次回は海外マスターシステムのパワーストライク2をプレイする予定です。では今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.